本日は丹波市青垣町の氷上西高校へお邪魔しております。ええ、氷上西高校のね、文化祭が間もなくということでね。ご紹介していただいてよろしいですか。はい、えっと、氷上西高校生徒会長二年の安部智光です。お願いします。よろしくお願いします。お願いしますえっと、日時はですね、令和六年十一月八日の金曜日。十二時半から十五時。 11月9日土曜日9時10分から15時となっていて、えっと、受付がですね、えっと1日目の8日金曜日は11時からで9日の土曜日はえっと8時45分からですねはい、えっと、場所はえっと本校の体育館そしてえっと普通教室棟でえっとフォトスポットや動画の上映をしています。はい えっと、内容なんですけどステージでは、えっと、2年生が、えっと、動画を作っていまして2学年ムービーなんですけどそちらの上映とダンス部やギター部か、えっと、上西高校青垣中学校の吹奏楽部の皆さんの演奏がありますそして、えっと、音楽選択者の1年生かなは、えっと、花束を演奏します。 えっと、そして2年生の英語コミュニケーションでも何かしします <laughs>、はい、そして有志の発表ではおたげをしたりするんですけどそちらもちょっと楽しみにしていただけたらなと思いますそして、えっと、展示普通、教室等でやっている展示なんですけど3年生はアメリカンフォトスポットというちょっと洋風な感じのフォトスポットをされます。で2年生はアート のフォトトスポットをしますインサイドヘッドっていうピクサーの、あのー、映画があるんですけどそちらをモチーフにしたフォトスポットをやります1年生はお化け屋敷とハロウィンをモチーフにしたフォトスポットや、えっと、そしてサブカルチャー部では美術作品やコンピュータープログラムの作品そしていけばなもあります そして、えっと、この学校の特徴でもある探究という授業があるんですけどそちらの活動をまとめたポスターも貼ってありますはいで,で、最後に模擬店なんですけど1年生は、えっと、綿菓子や焼き鳥を販売して2年生はフランクフルトとジュースを販売しますそして3年生はから揚げフライドポテトチュロスを販売します。そして えと2日目のお昼休みには坂道部がお茶席をしますで20席限定なんですけれども、えー、と金券販売の時に、えー、とーお茶飲みたいですって言っていただければお渡しするのでそれで、えー、とお,茶席お茶会が12時20分からなのでそちらに来ていただければ、えー、とお菓子とお茶が飲めます。はい えー、今日はですね、まもなく文化祭ということで、ね、それぞれ部活やらいろんなね活動のね、アピールをしていただきたいと思いますので、それではトップバッターどうぞ。はい、兵庫県日向西高等学校3年の荻野翔衛です。3年生は4つの世界観を重視してフォトスポットを作成しています。3年生が持つ想像力の豊かさと一人一人の感受性の生かしたスポットになっています。そこでは。 アメリカや NASA ディズニーハリウッド映画の4つで世界観に入るようにそれぞれの仕切りがありどの方向,で方向でも写真が撮れます屋台では3年生は唐揚げやフライドポテトチュロスをやっています是非来てくださいねそれでは学年とお名前教えていただけますでしょうかえ 2, 年2年生の金井優真ですえ今度文化祭ではどんなことをされるんですか イスポーツ見学会っていうのをやりますあということは e スポーツクラブに入ってはるんですかはい入ってます e、えー、スポーツはいつからやってるんですかえっと約1年前ぐらいに、はい、あのこの枠にできましたあゃその時からもう入ってはるんですかそうです、えー、家ではあのいつ頃から e スポーツというそのゲームですかね、うん、やってはるんですか えっと家ではもうなんか小45ぐらいからずっとやってますああほんならもうかなり年数は熟練の域達してますねそうですね <laughs> けどまだそこまではうまくないですあまあでもね、えー、でも高校入ってからねその e スポーツクラブなんでぐっと腕上がったんじゃないですか、うん、腕は上がりましたねでもあの他のいろんな大会とか出たらさ,さらに上手がやっぱりいるんですかねはいいますね まままだまだ修行してもらわないといけほんで、えー、文化祭の日はどんな催しをされるんでしょうか部室を見せたりあの部活ではあのどういう感じで部活しているのかとかあのたまにイベントを開くのでそれはどういう感じで開くのかとかを説明しようと思っています。あなるほどということは、えー、来られた人も体験はできるんですか そこまではまだ考えておりません。けど、最近、できるようにはしようと思っています。そうですね。ぜひとも、できたらね、こう、多分お子さんはめっちゃ喜ぶと思うんですよね。はい、じゃあ、あの、お名前お聞きしてよろしいですか。えっと、氷上西高校生徒会長の二年、足立みずきです。お願いします。はい、よろしくお願いします。生徒会の方でもいろいろ企画はされてるんですか。そうですね。今年のテーマが、えっと、十人といろ、絆を深めろ西高際なんですけど。 そのテーマにした理由がそのこの西高校の生徒全員個性が豊かなんですね、うん、なのでその個性を発揮してもう最高の笑顔にあふれた文化祭にしたいなと思ってこのテーマにしたんですけどこの個性豊かな生徒のみんなが一つの作品を作るんですよ。そのの学年の3年生やったら アメリカをモチーフにしたとか2年生だったらアー,トをちア,アートとかインサイドヘッドをモチーフにしたフォトスポットとか1年生も協力して一つの作品を作るのでそれ <laughs>、えっと、会場に来られた方にも楽しんでいただけるように、えっと、皆さん頑張っているのでそれを見てほしいなと思ってます。ははい、そ、えー、それれ展展示示をされるんででですすすかうねね基本展示ですね、はい であの展示を見ながら、まあ、お客さん来られたら説明されたりもされるんですかね。そうですねフォトスポットなんでもう来ていただいたらそうかそのみんなで写真撮ってもらったらいいかなと思うんですけど。はい、なるほどね、はい、フォトスポットにちょうどの,このなんか裏に書いてあったりとかそう,そういう黒板アートとかなるほどねそういうもんならあの各教室にこう何箇所もされるんですかそうでですね各学年なんで 三個ぐらいの、六つぐらいはあるかなと思うんですけど。おお、すごいね。<laughs> これまた、あの、もうすでに、その原案は。できてるんですか、図柄の。今放課後に、みんなが頑張って、作っているので、そ,でその写真も。えっと、その写真も撮ってるので。はい、えっと、まあ、その、エンディングの時に流れると思うんですけど。 それを楽しみにしていただければなと思います。あ、なるほどね。あのね、たくさんね近隣の方とかね来られると思うので、はいえー、例年にない取り組みになるんですかそれは？そうですね。でも去年もフォトスポットはあったんですけど、えっとお客さんが来られるっていうのが去年から、うん、その一般の方も来られるようになって、はい、で去年は えっと、全体のテーマと学年ごとのテーマがあったんですけど、はい、1>, 1年生はこのテーマで 2>,、うん、2年はこのテーマでっていうのがあったんですけど今年はもう全体のテーマしかなくって、はい、他はえっは、と、1年生は1年生で自分たちで考えてこれをしようみたいなのを、えっと、授業の中で決めて、うん、それを放課後に今頑張って作っているんですよ。あそっか今も放課後 ずっと遅うまで頑張ってやってんやね。そうですね。五時過ぎてもやってますね。はい、はい。あのあ<と>今年の生徒会メンバーはどうですか。あの、はい、まとまって団結してますか。そうですね。二年生が四人で一年生が二人いるんですけど、もう本当に案もあのすごい出してくれるメンバーで、でまとめてくれる人もいて、自分がやりたいって言ったものを形にできるようなあの生徒会の。 活動をしているのでなので、えっと、今頑張ってやっていることがあるんですけど、うん、それもステージとかをみんなで盛り上げるために、えっと、生徒会は生徒会でオープニングの撮影をしたりしてますあそうか、はい、ステージのまずはね一番しょっぱな日本な生徒会のなんかこうまた楽しみでございますはね。はい <laughs> はい では期待してね、はい、見に来ていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。はい、それではお名前伺ってよろしいですか?。はい、えっ、ー、と、氷上西高校2年の、えっ、ー、と。教授運営委員会、入ってます、平田大介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、平田さんは文化さんに向けて、どんなことをされてるんですか?。えっと。僕自身で何かやってるというよりも、学年で。いくつかやっているという感じです。 でえー、と具体的に何をやっているかというと、えー、と外枠で見たら3つ、えー、と映像とアート、フォトスポットと屋台の3つになっています。映像は主に3つ、えー、と撮影を今進めています。えー、とまず1つ目はホラー青春という感じで、えー、と設定としてはみんなが帰った放課後の学校に忘れ物をして、それを取りに行くという感じで、ただお化けが出てくるので、 果たして無事理学校から脱出できるのかっていう、そういうような内容になってます。で、ガチ恋愛っていうのは、あの、とある日にクラスに転校生がやってきて、ヒロインの鈴っていう子がいるんですけど、そのことを転校生が恋愛をするっていう感じです。で、その結末とはという感じのこところを見てほしいと,と思います。で、最後3つ目、ヤンキーという、ヤンキーという感じで、あの、 まあ元を言ってしまえばヤンキーと金髪先生を掛け合わせたムービーっていう感じになっています。で、ヤンキーが学校にいて、そいつらが起こす問題行為とかを先生が指導したいとか、某有名大学とかに受験するヤンキーに先生が補習するとかの内容です。まあ簡単に言っちゃえばヤンキーに先生が、ヤンキーに先生が立ち向かうっていう内容。 と言っってても問題なななないいいんじゃないかとう内容になってますで、えー、と他の内容としてアートフォトスポットっていうのがあり,ありまして2年1組と2年2組の教室を使って黒板アートとかインサイドヘッドのフォトスポットの展示を行いたいと思ってますで、えー、と屋台は、えー、とフランクフルートとドリンクの販売を予定しますで、えー、と実は昨年の文化祭では、えー、と当時1年生だったんですけど新型コロナの感染者とか インフルの感染者とか続出し,して、特に焼きそばやってたんですけど、そこの見せ場をする人が結構絶望的な人数になってて、結構大変だったんで、今年はもうできるだけ簡単に調理で,できて、しかも販売もできるっていうものにしました。お名前、伺ってよろしいですか。高校の3年足立真代です はい、ええー、足立さんは何をされるんですか。えっと、サブカルチャー部の坂道部門で、ええー、華道の展示やお茶会の催しをします。じゃあ、当日、あのお茶席で。あ、はい。私が前に出て、えっと、お茶を立てて。はい。で。えっと、他の部員の人たちがお菓子とか、えっと、お茶を運んでくれます。あ。 今日、あの、お手前の方はいつ頃から習われてるんですか。お手前は、えっと、高校一年生からずっとやってきています。えっと、部員は、その、何名ほどで接待されるんですか。えっと、部員は、部員は四人で、えっと、接待をしようと思っています。 えー、お手前ねお茶をいただこうとしたらどちらの方へ伺えばよろしいですかえっと第2選択教室の隣の、えー、自動販売機前に来ていただけたらえっと茶とお菓子を部員が直接振る舞っていきますはい、えー、それではお名前お聞きしてよろしいですか上西上西高校の3年生上原ですはいえー、上原さんは 何を担当されるんですかえっとまあ部員一人一人が文化祭に受けて作品を準備したりしてるんですけど、はいえっと、スクラッチという <laughs> プログラミングソフトを使った作品やガレージバンドという音楽アプリを使った作品 HTML というプログラミング言語を使った作品などあなどてが。 を展示しますえとそれはあのどういった方法で展示されるんですかねプロジェクターか、うん、そのモニターにずっと、えー、動画にまとめたものを放映しておきます、はい、あなるほど、えー、今まで作りためたそのゲームとかねい,いろんなやつを動画にしてそれを表示させてるっていうことですねはいそれではお名前お聞きしてよろしいですかはい、えーへかみねしこ 高3年生の小倉ふうまです。サブカルチャー部美術部門として部員一人一人が描いた絵体を文化祭で文化祭では展示します。えとこのサブカルチャー部は全員部員って何人ほどいらっしゃるんですか？えー、サブカルチャー部は全部で13人います。あすごいですね。いやあのー、そんだけたくさん部員がいてる部ってね、えー、すごいんです、ね。じゃあ作品もそれぞれ 全員が1点ずつか共同で作ったりもされてるんですかねそうですね絵の内容としては花や動物の絵ドットで描いた絵デジタルで描いた絵など部員一人一人が自分の得意分野に合わせた絵を描いていますそれを A さんの方に印刷またはコピーして展示しています え展示の作品はどちらのほうへ行ったら見れるんですかねえっと体育館裏の体育館の後ろ体育館の中の後ろ側あ後ろ側のほうに展示しているのでぜひ見てくださいはいありがとうございますはいそれではお名前伺ってよろしいですか日上西高校の行事運営委員1年生片田二子です 片田ささんんは何を担当されてるんですか1年生で、えー、と教室展示と廊下装飾に分かれてて私は廊下装飾の、えー、とハロウィン装飾の方の活動に活動をしていますコスプレとかは、えー、とか学,学校全体のあれになるのでそれはまだ決めてないですけど 可能になったら、したいなとは思ってます。ええ、その先生にね、無理を言って、<laughs> 仮装してください。<laughs> はい。一 <laughs>、えっと、年生は、教室展示と、えー、廊下装飾の二班に。大きく分かれて、えっと、準備してます。で、教室展示は、えっと、お化け屋敷。廊下装飾班は、えっと、ハロウィーンをテーマに、えっと、ハロウィーン装飾班。 えっと、階段アート班トリックアート班の、えっと、さらに3つの班に分かれて、えっと、おのおの準備を進めている状態ですありがとうございますこれまた楽しみですねラジオおのめさん非常にねいろんな催、ね、しがあるようなのでねぜひとも来ていただきたいと思いますね1年,1年生の、えっと、模擬展は綿と駅取りになってます1年生は今回初めての、えっと、文化祭で結構ドキドキしてたりとか。 いますけどえっと営側としてもえっとそうですよ初めてのね高校の文化祭だからね楽しみですよね、はい、あのやる方もやっぱり楽しまないと来てる人もね楽しくなりませんから目いっぱい楽しんでください、はいえー、お名前お聞きしてよろしいですかいいですか。えー、日上西高校ギター部の岸本修也です えーと岸本さんはギター部ということであのステージ発表がね今さっきも言われたんですけども、はい、何曲ぐらいされるんですかそのギター部の中でやったら10曲ぐらいえー、10曲といえばね3分としても30分でねあとこう MC したりなんかしたら1時間ほど時間あるんですかねあるんですよ こんなん結構過ぎ放題やり放題ですけども10曲練習してもらたら大変ですよね、はい、ああの僕が僕っていうか、うん、バンドが何個かあってはいそのバンドで合わせて10曲って感じですねあそのギター部の中にこう何,何組というかこうあってあそうなんですギター部って言ってるけど軽、うん、音部ですねはあギターだけじゃないですああそう,そういうことね それぞれパートのがいろんな人がこう挟まってはいそんな感じですえではそのグループとしては何グループと言ったらいいんですかね ?5 ぐらい ?5 ぐらいはいぐらいってところがいいですねこれはまあ見ての楽しみということですかねはいえあのそしたらえまあギター部という名前で軽音と言ってらっしゃいましたがほぼギターを誰か持ってグループの中にはいて、はい、そのます気を持ってますねみんな大体。 ああねいやボーカルだけの人もあるかもしれないほんま、ね、や、えー、岸本さんが演奏されるのはどんな曲なんですか、はい、曲の名前言った方がいいですかあはいえーっと「さまざまな曲をやります」いいですねこれはまた聞き応えがありそうなねえ期待できるねさまざまという素晴らしいジャンルの広さですねえー、ギター部のねまだまだ PR があるようなんでねどうぞえっと そのギター部が西高の部活で一番多い部活なんですよ。よ人数が。今さっきあのサブカルチャー。え、そうなんですか。うすかもう結構。何人でしたサブカルチャーは。えー、五百人ぐらい行ってます。あ、十三人。は <laughs> <laughs> いましたか。え、何人でしたサブカルチャー。十三、えー、人全然勝ってます。えー、なんまですか。にえ。にえ そ LINE グループがあるんですけど、ええ、その中に入ってる部員は26人います26人ホンマですか、はい、いやーそれちょっとこれ、えー、もうほとんどの人が入ってる,ってる先ら先生引いたら25人とかでしたそしたらあの練習はそんだけいてたら一部屋で練習したらもう,うめっちゃ音でも大変じゃないですかそうなんですけどそうなんですけど、うん、曜日によ,よって、はい、その 活動する練習するバンドを変えてるんですよ、うん、決めてるんですよ<あ>その。この火曜日は僕らのバンド、うん、何曜日は私たちのバンドみたいな感じでやってて、えー、はい、はい、やってます。あらそういうことかこれまあ多いねメンバーの悩みということでこれまたねえいいですね。はいえーではね えー、ステージの方がこれまた楽しみでございますのでね、はい、ぜひともね聞きに来ていただきたいと思います。はい。はい、ではお名前お聞きしてよろしいですか。日上西高校ダンス部部長の岸田萌です、えー。岸田さんはダンス部ということなんで、これもステージ発表されるんですよね。はい、えー。何曲ぐらい踊られるんですか。八曲ぐらいですね。ええー、ギター部が十曲でしょ。 ダンス部が八曲、た多,多分た、多分ってのがいいですね。はい。あ <laughs> のダンスの方はめちゃくちゃこれあの動き激しいから、八曲もね踊ったらもうヘロヘロちゃいますか？ヘロヘロですね。もう足が動かなくなってきます。だんだん。いや練習の時はもっとね時間長いですからね。大変ですよね。あの今年の夏暑かったじゃないですか。 練習体育館でしよう思ってもそのサウナの中でやってるような扇風機を6台ぐらいつけてやりました <laughs> 6台つけても汗かきますよね、はいえー、すごいですねあの段数はちなみに何人ほどいらっしゃるんですか14人いますこれまた多いかな <laughs> ちょっとどう考えてもこの人数であの計算しても合わないんですけどあの要は見舞してる人があるってことですかねそうしないとね全校生徒1000人ですからやっぱりそれぐらいせんとね。そうですね、はい、ってことは皆さんもういろんな、えー、多趣味で芸をお持ちということで、はい、踊れる、歌える、はい、絵も描けるということでね、はいはい、すごいですね。あの 岸田さんは、あの、ダンス部の他には、何かやられてるんですか。ギター部やってます。あ、いやー。そういうことは、ね。いや、ほんなら、まあ、いや、あの、歌って踊れるタイプですね。あ、弾いて踊れる方ですね。めね弾いて踊れる方ですね。<laughs> はい、ああ、すごいですね。いや、ほんなら、あの。ステージで、どっちが先なんですか。踊る方、ダンスの方ですか。演奏の方ですか。 ギターが先。じゃギターで演奏しといて。で、またこう。着替えて。変装して。そう変装じゃないわ。着替えて。ダンスを。そうです。はら、まあ、これ面白いね。すごいですね。えっ、ー、と、そう、ギター部とそのダンスの。見物してる人って多いんですか。そうですね。三、三四人います。部活の中に。あ、そう。はい。 すごいねでサブカルチャーとダンスの見聞を言ってるんですかあちょっと悩んでますね。島の質問はやめますということはあのギターの練習もありのダンスの練習もあるからだからこう曜日をこう決めて今日は、ね、ダンス今日はギターで今日はあのサブカルチャーっていうような感じで。 すごいですねいろんなことがやれて非常に楽しいですけどもねえ本日は丹波市青垣町の兵庫県立日上西高校の文化祭が11月の8・9金・銅に開催されますので生徒さんにお話を伺いに来ました今日はどううもありがとうございました。